1930年代前半頃の陸大卒業者。右胸に陸軍大学校卒業記章を拝用し、左手に恩師の軍刀を持った軍刀組陸軍大学校は大日本帝国陸軍における参謀将校の養成機関。略称は陸大。現在の陸上自衛隊では陸上自衛隊教育訓練研究本部式幕僚課程に相当する。陸大は参謀本部の管轄であり、陸大卒業生の人事も参謀本部の総務部庶務課が行った。期ごとの人数は早々期を除いて50名から60名で推移し、最終期である60期は120名。卒業者は通算で3007名。陸軍士官学校同期生の1割程度が陸大に入校できたとされる。1869年9月に、明治天皇が臨席した衆議院での会議で、兵式は陸軍は物式、海軍は英式を可とすることとされて、以来、帝国陸軍はフランス式の編成を採用してきた。1873年の幕僚参謀副無効令、これに代わる1879年の幕僚参謀条例により、各陛下の将校から適任者を選んで参謀が選任されており、1880年にはフランス共和国の陸軍士官学校、陸軍大学校に1870年から10年間留学した小坂千尋が陸軍参謀大尉となっている。西南戦争という実戦を経て、参謀将校の養成機関を日本国内に設ける必要性が認識され、1882年11月13日付の陸軍大学校条例によって陸軍大学校が設置された。創設当初の陸大は参謀本部長の直轄であり、校長が置かれなかった。同年12月以降、幹事の岡本兵四郎不評大佐、副幹事の小坂千尋参謀大尉、他に、武官教官7名、文官教官2名の、計11名の教官が任命された。1883年4月2日に、参謀本部校内の旧本部跡を、仮の校舎として、陸大が開校した。当初の陸大の就学期間は、不評将校、騎兵将校は、余科1年本科2年の、計3年、砲兵将校、工兵将校は、本科2年であった。陸大1期は1883年と1884年に入校し、1885年12月24日に卒業した。士長兵将校には原則として陸大受験資格がなく、例外として陸軍士官学校騎兵科を卒業して士長兵将校となった者が陸大入校を許可されると同時に、騎兵将校に復帰する場合のみ、陸大を受験できた。創設当初の陸大は、フランス式であり、小坂をはじめとする武官教官は、フランス式編成しか知らなかった。その教育内容は、数学、科学、物理といった自然科学の比重が大きく、参謀教育に必須の戦術、戦略、戦士については、質量ともに手薄であり、実態としては、参謀養成機関というより、陸軍士官学校高等科であった。1870年から3年間プロイセン王国に留学した桂太郎を中心に、普仏戦争の経過に鑑み、ドイツ式の編成を採用すべし、という主張があった。明治14年の政変で政界の中心となった伊藤博文も強固なドイツ派であった。当時の帝国陸軍の首脳である山縣有朋、大山巌、西郷嗣道らはフランス派であったが、伊藤や桂の影響で次第にドイツ式編成への関心を高めた。1884年3月6日には、陸大教官としてドイツ帝国陸軍将校を1名、雇い入れることを太政大臣が裁可している。一方、1883年12月から1885年1月まで、陸軍卿の大山巌が、軍事視察のため欧州に出張していた。随員には桂が加わっていた。従来は、フランス式編成を支持していた大仙から3年間、フランスとスイスに留学だが、桂に、ドイツ式編成への移行を進言され、欧州でドイツ帝国の様子を実験するにつれて、桂の進言を受け入れる方向に考えを改めたとされる。大戦は、ドイツ帝国陸軍大臣のパウル・ブロンザルト・フォン・セレンドルフ中将に面会し、陸大への教官派遣を要請した。諸説あるが、セレンドルフは、ドイツ帝国参謀総長のヘルムート・カール・ベルンハルト・フォン・モルトケ元帥と協議し、クレメンス・ウィルヘルム・ヤコブ・メッケル参謀少佐を日本に派遣することを決定した。セレンドルフとメッケルは、プロイセン王国陸軍大学校で教官と学生の関係にあり、メッケルは、当時のドイツ帝国参謀本部の中で秀才として知られていた。メッケルの日本への派遣を知った在日フランス公使館フリク軍部官は大戦の外遊中に陸軍兄弟理を務めていた西郷嗣道にフランス式編成を捨てるのかと抗議したが西郷はこれを一蹴した。ただし日本の陸軍士官学校がドイツ式の士官候補生制度に移行し士官候補生1期が陸士に入校したのは1888年11月であり、帝国陸軍において数年間陸士はフランス式、陸大はドイツ式と物式、独式の教育が並存する結果となった。メッケルは1885年3月18日に来日し、1888年3月24日に横浜港を出港した船で、ドイツに帰国した。対日期間は3年であった。帝国陸軍は、メッケルの館を参謀本部の構内に用意し、メッケルに月$500の報給を支払った。陸大に着任したメッケルは、陸大の教育課程をドイツ式に改革した。すなわち、校内での頭上戦術、郊外での演習旅行による実践を想定した教育、理論ではなく、戦士に霊障を求める教育に再構築した。メッケルは、外政経験のない帝国陸軍の将校に、兵站の概念、知識が欠落していることを憂い、外政における兵站について、熱心に教育した。陸大は、メッケルが3年間で作り上げた、教育課程を、1945年の終焉まで、継承した。メッケルは、参謀本部顧問としての役割も果たした。明治19年3月に臨時陸軍制度審査委員会が設置され、ここでの研究により6鎮大編成から6個、師団編成に移行したこと、陸軍中央が陸軍省、参謀本部、教育総監部の3官がに分かれ、参謀本部の組織が確立して統帥権の独立が確立したこと、陸軍の編成が順を追って、ドイツ式に移行したことについては、メッケルの功績が大きい。メッケルの離日後、1890年に青山に移転した陸軍大学校の正門を入ったところに、メッケルのブロンズ胸像が設置され、参謀本部の食堂にメッケルの肖像画が掲げられた。1887年に、全陛下の将校の就学期間が3年に統一されたという。ただし、1886年12月2日に陸軍大学校条例が改定されているが、就学期間についての言及は見当たらない。1887年8月に陸軍大学校条例が大幅に改定された。市長編将校に対する受験制限が廃止された。就学期間が3年と明記された。校長が置かれた。専科学生、専攻学生、航空学生本記事で小説しているのは、卒業者が陸大期と呼ばれる課程についてである。他に、師団参謀要員の養成課程として、1933年に専科学生が設置され、1944年までに480名が卒業した。また、専攻学生と航空学生が短期間設置されたが、卒業者は両者を合わせて100名に満たない。陸大の就学期間は本来は3年であったが、太平洋戦争の激化により、1942年12月入校の58期は1年8ヶ月で卒業し、1943年12月入校の59期は、当初は1年3ヶ月の予定であったが、1944年12月に1年の修学で卒業し、同時に陸大の教育が中止された。翌年、1945年1月に陸大の教育を同年2月に再開すると発表され、陸大最後の期となった60期が2月11日に入校した。60期の修学期間は当初は1年の予定であったが、3月に参謀次長から60期生が7月までの課程を修了すれば、陸大を閉鎖する可能性がある旨が通知され、8月6日に卒業した。敗戦直前に卒業した60期についても、従来通りに優等卒業者6名に恩賜の軍刀が授与された。なお、同年2月には61期の採用についての陸軍大臣の通達が発せられ、同年6月に初診を行う予定となっていたが、これは実行されずに終わった。陸大跡地1883年に開校した際に仮校舎とした参謀本部校内の旧本部跡から、1884年に和田総門内に新築した校舎に移転した。明治17年に陸大が移転したのは和田総門の近くの旧大名屋敷であったとする文献があり、それを踏襲した記載が千代田区観光協会のサイトにある。しかし、明治17年3月1日付の陸軍省たちには陸軍大学校今般和田総門内へ新築落成校に不去月24日同所へ、移転工場ためを心得談及びご通帳校なりと明記されている。1890年に青山に恒久的な校舎を新築、移転した。陸大は青山と通称された。太平洋戦争末期の1945年3月には山梨県甲府市に疎開した。ただし、青山の陸大校舎は戦災で失われずに、港区立青山中学校の校舎に転用され、1985年に同中学校の新校舎が建設されるまで使用された。陸大の受験資格者は、陸軍現役将校のうち、所属長の推薦を受けた陸士を経て、少尉任官後に、隊服2年以上の中尉、少尉、大尉に進級すると受験資格を失った。陸士出身者以外で陸大を卒業したのは1名のみである。修学期間は3年。なお、受験資格、修学期間とも変遷がある。士官候補生出身ではない、陸軍少尉候補者出身の陸軍現役将校も、士官候補生出身者と対等に扱われ、陸大の受験資格を有していた。ただし、少尉候補者出身者が、陸大入校を果たした例はなかった。1933年に制度化された特別、志願将校は、召集された陸軍予備役将校の身分であり、陸軍現役将校に該当しないために、陸大の受験資格がなかったが、1939年の制度改正により、予備役から現役への転役を志願する特別志願将校は、陸軍士官学校聴取学生を経て、陸軍現役将校に採用されることが可能になった。特別志願将校出身の陸軍現役将校も、陸大の受験資格を有したと思われる。入校試験は、初審と再審の2段階であった。陸大合格には、3年程度をかけての受験勉強が必要だった。初審は受験者の属する司令部の所在地で行われ、再審は陸大で行われた。1921年に陸大に入校した有末清三によると、4月に初審を受験する段階で、人数が入校予定者の10倍程度に絞られている。初審科目は、戦術工、戦術乙、戦術兵、追記、兵器、交通、歴史、数学、語学の9科目。入校予定者の2倍の人数に、初審合格が通知されるのが8月である。年末に再審が行われるが、これは人物考査を兼ねている。再審初日に頭上戦術の筆記試験が行われ、以降、受験者は1日おきに陸大に出頭し、20日ほどをかけて各科目の口頭試験を受ける。受験者の多くがノイローゼ気味になり、不合格を確信するほどの厳しい試験であったが、50名ほどの陸大専任教官が全力で行う再審は、当時、最も公正な試験であると認められていた。今村均が陸大に入校した1912年の入校試験の経過は以下の通り。それから14年後、鈴木宗六が参謀総長、今村が参謀本部部員であった時、鈴木に随行していた今村は、陸大入校試験の時のことを鈴木に尋ねた。あれは、わしの主張で、あの年初めてやったこと、鈴木宗六、こう答えた鈴木は、多くの者に、今村に言ったのと、同内容の圧迫面接を行ったと語った。陸大の教育内容は、1913年の課程を概説すると、下記の通り、午前と午後に分け、午前は、軍事科目、午後は一般教養科目。午前の軍事科目は主要3科目として、戦術が週3回、戦史が週1から2回、参謀用務が週1から2回。他に、兵用地学、交通、兵器、追記、経理、衛生などが講義された。午後の一般教養科目は、語学が年間150時間程度、馬術が年間140時間程度。他に、歴史、数学、統計学、法律、国際法。2年生と3年生は、学年合同での大掛かりな兵技演習を、年間に20回から30回実施。2年生で、海軍戦術を23回。3年間を通じて、春と秋の2回、郊外での現地戦術がある。1年生と2年生は、年間21日間。3年生の現地戦術は、特に参謀演習旅行と呼んだ。特に第2回は、教官が、故意に困難な状況を学生に示し、決心を求めることを繰り返すもので、参謀演習旅行の2週間ほど、学生は、不眠不休となった。知力に加えて、体力の限界を試す目的があった。日露戦争や、日清戦争の戦跡地をめぐる満戦旅行、夏季には自分の兵科とは異なる兵科での体付勤務。戦術教育は参謀演習旅行の項で述べたように、教官が状況を示し、学生が決心を答えるというマンツーマンの教育であった。教官は出題にあたり正解を用意しているが、学生が答えた決心の筋道が通っていれば、原案と異なった結論であっても、良しとした。戦史教育では、欧州戦史が主な題材となり、日本戦史、東洋戦史は10であった。陸軍騎兵少佐当時の秋山義古。教部に、陸軍大学校卒業記章を廃用、陸大の卒業席次は、各教官が担当科目について採点した点数を、陸大副官が集計し、陸大を所管している参謀本部の総務部長に直接報告して定められるシステムであり、陸大の校長、幹事らは関与しなかった。陸大の卒業式には必ず天皇が行幸し、卒業席次上位6名には、恩師の軍刀が授けられ、これら6名は、軍刀組あるいは、恩師組と呼ばれた。主席卒業者は、天皇の前で40分間の御前講演を行った。陸大27期主席として、1915年12月11日の卒業式で大正天皇に対し御前講演を行った今村均は、講演原稿をすべて暗記したという。いわゆる、天保線陸大卒業者は、陸軍大学校卒業記章を8月に制定、1936年5月に廃止。廃用禁止を右胸に廃用した。この記章は、楕円形の形状が、天保通報に似ていることから、天保線と通称された。天保線以前情報会男、陸軍大学校によると、1885年12月に、陸大1期が卒業するに先立って、陸軍参謀官適任証書所有記章が制定され、小坂千尋に第1号が授与され、第2号以降は、陸大一期卒業者に授与されたという。黒の隊も同様のことを述べており、この陸軍参謀官適任証書所有記章が、いわゆる天保線すなわち陸軍大学校卒業記章だとする。ただし、1882年11月13日付の陸軍大学校条例には、第14条卒業試験におて及第する者には、参謀職務的認証書を授与し現隊大概は、現所管に復帰せしむと、卒業者全員に参謀職務的認証書を授与する制度が規定されているのみである。また1886年12月2日に陸軍大学校条例が改定された際の書類には、改定前の陸軍大学校条例の条文が収録されているが、第14条は明治15年時点の条文と同一であり、明治18年に陸軍参謀官的認証書所有記章を授与する制度が存在した形跡はない。1886年12月に陸軍大学校条例が改定され、第13条卒業試験におて及第する者には、卒業を表彰するための記章を授与しその優等の者にはさらに参謀職務的入賞書を与え現隊大概は現所管に復帰せしむと規定され、卒業者全員に記章を授与し、優秀者のみに加えて参謀職務的入賞書を授与する制度に変更された。ただし、この記章は金色の星型記章を2個授与され、軍服の爪襟の両側に1個ずつ装着するものであり、いわゆる天宝線とは異なっていた。この年の12月28日に卒業した2期のうち、参謀職務的入賞書を授与されたのは5名であった。天宝線の制定1887年8月に、陸軍大学校条例が大幅に改定され、従来の第13条に該当する条文は第26条となり、第26条卒業者には、卒業証書及び日のを表彰する記章を付与す。その記章は、上下の服装におて、上着右秩父の下方に付着せしむと規定された。参謀職務的認証書を授与する従来の制度は、完全に廃され、陸大卒業者全員に、卒業証書と、銀の菊座に、金色金属の製章を配した、陸軍大学校卒業記章、いわゆる、天宝線を授与する制度に変更された。よって、同年12月に卒業した3期以降の、陸大卒業者には、陸軍大学校卒業記章が授与された。畑井久彦は、参謀職務的認証書は、陸大1期の10名と、陸大2期の5名に授与されたのみで、明治20年に廃止され、同年に陸軍大学校卒業記章が制定されたと述べている。稲田正純から2年間フランス陸軍大学校に留学し、同校を卒業。によると、帝国陸軍の陸軍大学校卒業記章、いわゆる天宝線は、フランス軍の陸軍大学校卒業記章に倣って制定されたものである。稲田は、フランス陸軍大学校からも、卒業記章を授与され、日仏の天宝線を合わせ持つことになったが、当時のフランス陸軍大学校では、外国軍から留学した将校だけに卒業記章を授与していた。天宝線の廃止陸大卒業者は、天宝線組と呼ばれ、対して、陸大を出ない大多数の将校は、無天組と呼ばれた。無天組の天宝線組への反発、妬みを考慮し、1936年5月に陸軍大学校卒業記章を授与する制度が廃され、既卒者が陸軍大学校卒業記章を廃用することも禁じられた。よって、同年11月に卒業した48期以降の陸大卒業者には陸軍大学校卒業記章は授与されていない。昭和11年5月に天宝線の廃用が禁じられた後、陸大卒業者の軍服の右胸下には、天宝線を廃用していた時に開いた穴が残った。陸大卒業者の中には、昭和11年5月以降に新調した軍服の右胸下に、同様の穴をわざわざ開けて、自らが陸大卒業者であることをさりげなく誇示する者もいた。陸大卒業者と同等に扱われた者、藤井比34と、石井正樹は、陸軍奉公学校高等科優等卒業者は、陸大卒業者と同等に扱われ、東京帝国大学等に、院外学生として派遣されて学士号を取得した者は、陸大音仕組と同等に扱われたと述べている。畑井久彦は、奉公学校高等科優等卒業者は、卒業時に、恩師の軍刀を廃除し、陸大音仕組と同等に扱われたと述べている。陸軍省と参謀本部で人事担当部署に約7年勤務し、陸軍省人事局長を務めた、額田博氏は、下記のように述べており、藤井比34、石井正樹が述べる、東京帝国大学等に、院外学生として派遣されて学士号を取得した者は、陸大音仕組と同等に扱われたと一致している。筆者は、従来あまり優秀でもない技術将校がすべて、天保の優秀者並みに抜擢されているから訂正せよ、との注意を受けたこともあり、額田博氏、山口宗行は、奉公学校高等科優等卒業者、陸軍から外部に派遣されて学士号、または学位を取得した者は、陸大卒業者と同等に扱われたと述べている。さらに、奉公学校高等科優等卒業者で、中将以上に進級した者、学士号取得者で、中将以上に進級した者の進級状況について、数字上では、奉公優等の経歴が、重いようである、山口宗行、としているが、次いで、陸士同期で、奉公学校高等科優等の勝の正しい魚が、中将に止まり、工学士の岸本綾夫が大将に信任された、事例を取り上げて、奉公優等が学士号に対し必ずしも優位で、なかったとも思われ、この点、明弁しがたい、山口宗行、としている。石井正樹は、陸士24期生について調査し、という趣旨を述べている。陸大卒業者のその後陸大卒業者は、それまでの序列とは関係なく、陸士同期生の最右翼に置かれた。陸士同期生の中で、陸大卒業期は6、7期にわたるが、陸大卒業者の中の序列については、陸大卒業成績の上下が、陸大卒業期の戦後に優先した。天保戦組は、陸士卒業が、前の期の無天組を次々に追い抜いて進級し、中央三冠画の幕僚を占めた。しかし、陸大主席が、盛ん止まりという事例もある。陸軍人事に、陸大卒業成績が反映されるのは、陸大を卒業してから10年間とするという内規があったとされる。退位の時に、陸大を卒業したとして、大佐進級までは、陸大卒業席次が大きく影響するが、そこから、先、特に大佐から少将への進級には、上下の評価並びに、本人の実績が影響した。藤井比34は、陸大18期卒業から陸大25期卒業までの、陸大卒業者372人について調査して、と述べている。山口宗行は、帝国陸軍の陸軍大将134名のうち、陸軍の将校養成制度が確立した陸士1期以降の66名について調査して、と述べている。額田博氏は、ある者が少将に進級した段階で、その者が中将に進めるか否かは概ね予想できたとする。しかし、その者が大将に信任されるか否かについては、下記のように述べている。大将信任の予想は、中将進級の際には経由の人を除き、できなかった、額田博氏、一般将校に対して厳しい選抜試験が課せられたのに対し、皇族は無試験、もしくは形式的な入校試験で入校できた。陸大に最初に入校した皇族は、国宮国彦王であり、それ以降に陸軍将校となった皇族は、実質的に全員が、陸大に入校、卒業している。記述のように、今村均は、陸大27期の選抜について詳細に書き残している。採用人数60名の2倍の120人が、再審を受験し、入校式の直前に60名が合格、残る60名が不合格を告げられてから、同時ご入校の北白川宮重久王殿下を迎え、新入生61名に対し、入校式が行われた。今村均と描写している。それまでの再審に、北白河宮重久王が加わっていた様子はない。関東軍参謀の戸村守夫は、陸大の教育内容を批判している。私は、終戦の年に、串高町と一緒に、イギリスのマウントバッテンの幕僚と、いろいろ話し合いをしたことがあります。そして、君のところの陸軍大学というのは、どういうことをやるんだという話が出ました。向こうは、一番優秀な人を情報参謀にする。二番目は、広報参謀。作戦参謀などは、どうでも、それが分かればできるんだというわけです。大体、陸軍大学校は、とにかく矢を射て、それが当たればいいというような教育をしておったから、こういう結果になってるわけです。関東軍参謀、戸村守夫一般に、陸大卒業の履歴がないと、帝国陸軍において将官に進むのは、難しいとされ、無転組の将官は、陸指導期の 1% 程度にとどまる、というのが通説である。山口宗行は、陸士1期から、最後の将官を出した、陸士33期までの、陸士卒業、少尉任官者の累計、将官の累計を調査し、陸士卒業、少尉任官者 17,574 名。うち将官に 1,476 名。うち陸大卒業の履歴を有さない将官 1,189 名。うち陸大卒業と同等に扱われる資格を有した将官66名。無転組将官 1,123 名。というデータを導いている。また、陸士1期から陸士29期までにおいて、無転組の中将が181名。大将が1名出ていることを示している。山口はと述べ、下記のように結んでいる。ここにも、陸士、陸大の卒業成績にそれほど肯定しなかった、陸軍高級将校の人事効果は一般に、言われるような硬直したものでなかったという事実の一端を見出し得るように思うのである。山口宗行、はじめ参謀本部長直令の幹事を置き、1887年10月7日より、校長を置いた。岡本兵四郎風評大佐、1882年12月3日、児玉源太郎風評大佐、1885年9月30日、児玉源太郎風評大佐、1887年10月25日、高橋是典風評大佐、1889年11月2日、大島久直不評大佐、1890年6月13日、塩屋形国宝兵大佐、1892年2月6日、藤井砲装甲兵大佐、1894年8月1日、塩屋形国将将、1895年6月24日、辰巳直文少将、1896年1月27日、大島久直少将。1896年4月1日、大島久直少将、1896年5月11日から6月6日、塚本勝義不評大佐、1896年6月6日から1897年4月22日、大島久直少将、1897年4月24日、上田有沢少将、1898年10月1日、寺内正武中将、1901年2月18日から1902年3月27日、藤井茂多砲兵大佐、1902年5月5日から1902年6月21日、藤井茂多少将、1902年6月21日から1906年2月6日、井口省吾少将、1906年2月6日から1912年11月27日、尾井菊太郎少将、1912年11月27日から1914年5月11日、結光江中将、1914年5月11日から1915年1月25日、河合操少将、1915年1月25日から1917年8月6日、浄法寺五郎中将、1917年8月6日、宇垣一成少将、1919年4月1日。星野正三郎中将、1921年3月11日、田村守江少将、1922年2月8日、和田亀治中将、1923年8月6日、渡辺丈太郎中将、1925年5月1日から1926年3月2日、金谷藩三中将、1926年3月2日、林千十郎中将、1927年3月5日、荒木貞夫中将、1928年8月10日、多聞次郎中将、1929年8月1日、牛島貞夫少将、1930年12月22日、広瀬武中将、1933年8月18日から1934年7月17日、杉山元中将、1934年8月1日、小畑敏四郎少将、1935年3月18日、前田利成少将、1936年8月1日、今井清中将、1937年8月2日、多田俊中将、1937年8月14日、塚田修少将、1938年3月5日、飯村城少将、1938年12月10日、藤江圭介中将、1939年10月26日、山脇正隆中将、1941年4月10日、下村忠中将、1941年9月3日、岡部直三郎中将、1942年10月8日、飯村城中将、1943年10月29日、畑彦三郎中将、1944年3月22日、田中正一大将、1944年8月3日、茅野宮常則王中将、1945年3月9日から9月16日最寄り駅は、都電7系統及び33系統の折区分、大学校前停留所であった。旧系統の青山1丁目停留所からも近く、参謀本部からは、主にこちらが用いられた。ありがとうございます。